佐々木さん、もうユンチーおなじみになりましたね。そうですね、やっぱりユンチー選手も強い選手なので、はい、どうにか佐野選手には勝ってほしいなと思います。まず先鋒戦は里見ゆずきが、うん、日本は敗れています、はい、中村さんどんな風に捉えてますか？そうですね、僕は佐野選手決してこう相性は悪くないと思うんですよね。やっぱりユンチー選手の一番の強さっていうのは、パンチの圧力を生かしてどんどん前に出てきて、ワンツーですよね、一番の武器が、はい、それを、こういう蹴りとか食らってちょんちょん攻撃出してユンチー前に出てくるんで、そこが一番の危ないところだと思いますけど、佐野選手もやっぱり圧力あるし、はい、攻撃を返すのもいいじゃないですか、ローキック、三日月蹴り、あとパンチもいいんで、はい、バックスピンキック伸びてきます。その自分のスタイルを貫いてユンチを下がらしていけばチャンスはあると思いますね。小桐巻さん、はい、本当にその佐野天満早くから技術面定評があったファイターですよね、はい。まあ、今回ユンチー選手パンチがあるんですよ、はい、でパンチで言ったらそれに対するカウンターのうまいパンチが出てくるんで、佐野選手はブロッキング、もうしっかりとパンチをブロッキングしたら蹴りで勝負すれば、突破口見えると思います。おうわ、これですね。そこに最後に右を返しました佐野。いや、確かにパンチではちょっと佐野は自分が分が悪い、最後は飛び膝でなんていう風に語りました、うん、このローもいいですね。下段の蹴り、相手のローキックをかわして自らは右バックスピンキックにも膝を合わせていきます佐野天満です。左ボディはユンチー、ナイスローキック、ナイス、いいですね、振り下ろし、打ち下ろし、このペースでいいですよ。これでいい、これでいいですね、うん、あとそうですね、今の右のノーモーションもいいですかね、佐野選手は。中村さん、速いですね、佐野の攻撃、そしてボディへ、ミドルキック、ボディへパンチはユンチー、それに対して右、右です。ユンチー選手は、もう何だろう、重りを持ったパンチ持ってるんで、で今、蹴りロー、おそらく嫌がってると思うんですよ、はい、どんどんパンチで攻めたがってますね、しっかりローコツコツ出てけばいいですよ。佐野の攻撃、まず小桐巻さん、そのユンチーの攻撃派手ですけれどもね、それに対して佐野のキック、うん、もう細かいローがいいですね、散らしながら、今ボディ打ちも肘でブロッキングしていたか、さらに膝、ローキックはこの右です、生命線となりそうです佐野。早い、佐野選手のパンチも打ったらすぐに引く、すぐにガードに戻せるってパンチで打ってるんで、はい、パンチも問題ないですね。そうですね、そうそう、あとやっぱりパンチ受けた後に必ず蹴り返すことですね、佐野選手は、そうですね、バックステップを見せたユンチ、ガードより高いんですが、うん、右に前蹴り、中村さん届きますね。でもそうですね、こうなってくるとユンチ強いですよ。二段蹴り、時間がなくなってくる第1ラウンド、ボディへの蹴り、ローキック、手立てを見せた佐野天満。さあ第1ラウンド終了です。ラウンド2、対して18戦目の佐野天満です。肘によって右のローキック、そして左の前蹴りを放っていきます。しかしユンチーもパンチは速い、ユンチー選手のパンチがすごくいいんですけど、このパンチって全部肘から出てるんですよ。はあ、はい、で肩の力抜いて肘から出して、この体幹がものすごい強いんですよね。だからこんなパンチが打てるんですよね、パンチ自体のパワー相当ありますか？そうですね、ちゃんと腹使って打ってるん で肘がね、動かないんですよ、はい、こうやって動いてるんですけど、打つ瞬間は肘が動かないんで、結構ね、見えないんですよね、相手からすると。他の中央選手結構フック系のパンチ多いんですけど、ユンチーはまっすぐ強いんですよね、そうですね、踏み込みもそうですね、はいはい、ですね、やってやるという動きも見せましたユンチー。佐野選手蹴りが切れてますね、いいですね、かなり鋭いですよね、打って離れます、飛び膝、思い切りで飛び込んでくる。小桐巻さん、これ距離感のどうですか？いいですね、おー、ナイス膝、膝、
あのノイリ選手とかよくやるやつですよね、あのモモに膝を天下を合わせるの、あれは嫌でしょうね。ちょっとこれで前に、あ、それでもいい、さらにボディストレート、ローマで返す、うん、そうそう、ローマで、いやー、引いてきた、うん、ちょっと嫌がってますね、ちょっと受け方が、はい、うん、引いてきた、そうですね、ちょっとまともに食らってしまっているかという、おお、それでも左、佐々木さん、こういうところ気持ちですね。桃への蹴りはでも小切りバクさん、佐野これダメージ分かってますか？分かってると思いますね、うん、聞いてると思いますよ。ユンチー選手はとにかく前に出ようとして前に出るんで前足に力入るんですよ、はい、そこをしっかり狙えるんで、うん、打ち終わりとかバンバン入りますよ。おお、その後打たせて、さらにその後です、やっぱりこうブロック系のディフェンスする選手はやっぱ打ち返しまでが大事ですよね。今の膝と見せかけて飛び上がっての前蹴りへ、あの桃への膝、ローキックもステップバックして威力を軽減、この左足のローキックが明らかに効いてくると、はい、今度右のガードが下がりやすいので、左のフック、左のハイも決まりやすいですよね。小入幕さん、今はこれボディを折り混ぜたりもしました。あー、でもパンチは怖い、ユンチーパンチ、あー、でもよく対応してますよ、その選手も。そうですね、いやー、スリリングな打ち合いとなっています。共に技術を見つけ合っています。ラスイラスイ、笑顔で拳を合わせに来ましたユンチー。日本 VS 中国6対6全面対抗戦第2試合です。ローキックから日本佐野天馬、お互いローの打ち合い、中村さん、これでユンチーがローで倒してやるなっていう表現もあったんですよね。まあ、蹴りをやっぱりね、小澤海斗選手ね、今年3月は負けてからだいぶ磨いてきたっていうのはあるんじゃないですか。さあ、小比類巻さんに伺いましょう、はい、佐野がまたどうやって自分の戦いを押し通すか、何かあるのか、その先に、あの作戦的にはすごいいいんですよね、はい、ただユンチー選手どんどん気持ち今回相当作ってきてるんで、パンチもあのバンバン入ってるんですよね、はい、なのでしっかりローを効かせることですよね。やっぱり気持ちを作ってきてる、これ大事ですね。中国人ファイター特にそれが武器だと全ての選手たちが語っています。左ハイは佐野、ここもどんどん出てるんですよね、佐野選手、うん、ガードも強い、このユンチーのパンチ、まあ、3ラウンドで勝負つけたらちょっと佐野選手リスクを犯しても出ていいかもしれないですね、そうですね、延長1ラウンド用意されてはいます、この一戦。さっきもそうなんですけど、中国勢の方が、ね、リズムがいいんですよ、はい、どん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 攻撃が出るんですよね。佐野選手見ての通りちょっとゆっくりですよね、待ちというか、もともとそうですね、うん、ちょっとスロースターターになってもうこれね、3ラウンド目なんでどんどんリズムが出るべきなんですよね、はい、じゃあ佐々木さん、はい、どうぞ。そんなにこう打ち負けではないんじゃないですか、決して。あ、これも打たれてその後です、うん、右ロー聞いた聞いた、しっかり持って返す。これなんかさっきよりも佐野選手の方が圧をかけられてかけてると思います。うん、うん、交代は絶対しませんよね。そうですね、下がりましたね。これが佐野天馬の成長か。ワンツー、一時は格闘技に対するその気持ちもちょっと揺らいだ時期があったといいます。あの小澤海斗、これユンチー倒すためにどうしたかというと、打ち終わった後に必ず返してくるから、そこだけしっかりしろって言って、とにかくパンチなら攻撃をさせなかったんですよ。これそのままその戦略スライドさせて佐野が見せて OK ですか。あ、佐野選手はそうですね、ローが突破口なので、はい、うん、バンバンもあのあからさまに効いてるっていうような形に持っていけばいいですよね、うん、あー、右ロー、ただ、さっきの左フックすると、やっぱりパンチ、そうですね、ユンチーやっぱパンチあるんでね、蹴った後にあの、うん、ローまで欲しい、ロー出ています、ローを返す、膝、飛び膝、この飛び膝を顔面に打ち砕く、打ち抜きたいと話していたのが、そのパンチの打ち合い、膝、ボディにも一発、さらに右ストレート、ここでゴールです。最後はその猛攻、お互いほとんどゴングも聞こえなくなりました。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ芹澤30対29、赤
8位永瀬30対29、アオサノサノケンマー1勝です。まず日本日本5戦目のユンチーを下しました。これで日本 VS 中国1勝1敗となっています。